はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は以前僕の動画でもお世話になりました小山駅のね、目の前にありますケイリンさんという、そちらの方はね、2号店なんですけれども、本日はその本店となりますこの足利にございますケイリンさんですね、お邪魔しております。前回はですね、好きなもの、食べたいものを勝手に注文させていただいて、いろんなね、メニューをご紹介しましたけれども、これがね、まためちゃくちゃ美味しくて、ぜひですね、今日はこの本店さんでまたいろんなメニューを食べたいなと思いですね、今回の企画はお店が推すおすすめメニューを今回は好きなだけまた食べていこうかなと思っております。前回の動画でですね、いろいろと本格中華、美味しい中華料理ですね、いただきまして、コメント欄の方にも、まあ、あれを食べたい、これを食べたいだとか、どんなメニューがもっとあるのか知りたいなんていうのもね、いろいろとお声をいただきましたので、今回のね、この動画を見ていただいてケイリンさん来る際にはですね、少しちょっとお店のおすすめをね、参考にしていただければと思います。で、もうですね、本日いただく料理に関しましては調理始まっておりますので、料理ができ次第ですね、本日はまとめてではなくて順次出来たてを食べていこうかなと思います。ありがとうございます。いただきます。そうということでですね、本日のメニュー、まず1品目が到着しました。一発目がね、この麻婆丼と春巻きですね。出来たていただきましょうさて、いただきます。やべ、めっちゃ興奮してます。匂い半端じゃないちょっといただきます。めちゃうまいな。うまっ。うん。めちゃくちゃうまいな。ああ、今日の一食目これで最高。めちゃくちゃ幸せ。だわ、ジャンのしっかりとした香ばしさとか、しかもそれに負けない出汁の濃さ、めちゃくちゃうまい。ちょっとダメだ、春巻きもいきましょう。揚げたてですよ。これでも衣パリッパリで絶対熱いんですけど、ちょっとそのままね、かぶりつかせていただきます。熱いだろうな。うまい、うまっ、うん、うまっ、真っ赤めわ。一応ですね、先ほど、撮影する前に大体どれぐらい品数出ますよってのをお伺いしてまして、今回は12品ぐらいを予定してるみたいなんですけど、基本並盛りでご提供いただけるってことで、多分ねペロリといっちゃいますね。うん、あ、うま。失礼します、北海塩ラーメンです。わー、うまちょっとこれもう出来たてで食べたいんで、急いで麻婆だけいただいちゃいますか。ラーメンいっちゃいますか。ちょっと
とスープからいっちゃいましょう。あー、めっちゃうまめちゃくちゃうまいですよこれ。ありがとうございます。ちょっと早速今これね、新メニューもいただきましたけれども、店名にもある通りね、この青竹手打ち煮立てをね、ちょっといただきました。あー、うまい。うん、濃厚塩タンメン系に近いような味ですけど、ちゃんぽん麺とかああいうのでいただくことがあっても、こういう手打ちで食うの初めて。めちゃくちゃ合いますめちゃくちゃ合いますね。ポテト、このね、揚げた油もスープに染み込んで、炒めの油感と濃厚な塩スープと、すっごい合う。またバターいいですねこれ。ありがとうございます。すっごい合う。やっぱこういううまい中華は、一番出来たて熱々なまま食べて汗かきながら食うぐらいが一番気持ちいい。うまっ。うん、でも春巻きの香り独特ですね。そうですね、めっちゃうまっ。でもあれはやばいなあれはやばいっすよ。いや、超うまい。うん、ちょっと一通り麺自体はいただいたんで、新しいメニューですね、エビチュリでございます。これ絶対うまいでしょ。ちょっとね、このラーメンの方にも、以前あの小山店さんで感動したこの中華粥ですね、これもついてますんで、ちょっと一緒にね。うん、エビチュリうまエビチュリうまうまね、新しいものをいただくごとに一発目のうまいを感動できるので、今日も幸せでございます。ありがとうございます。いただいちゃいます。次のメニューはね、こちらバンバンジーということで、また新しいメニュー待たずして、出来たていっちゃいましょう。いやー、でもこれはお酒飲みたくなるよな。うん、うまい。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。麺類を先にいっちゃいますか。そう、麺めっちゃうまそうですねこれこれたまんねー。うまっ。うまい。
これ油淋鶏もちょっといっちゃいますか。うまー、めちゃくちゃビールですねこれ。無理です。はい、いただかせていただきます。あーうめえ、腹止まってきますね。もつ煮です。もつ煮、あ、ちょっともつ煮が来たんですけど、もつ煮食べる前に一本飲んじゃったんで、ちょっとおかわりいただきます。通常のね、一品にも使うようなベースのスープ、まあそういったものすべてが基本的に美味しいので、間違いなくこれも美味しいでしょう。やわらかい、とろとろ。あーうまっ。ニンニクか、ニンニクとちょっと一味と。あーうまい。あーいやちょっと食いに来てほしいな。ありがとうございます。はい、これ僕絶対大好きです。これ絶対好きです。これね、卵焼きは絶対ビール合わせた方がいいんですよ。わかるかな、もう溶け出してるこの卵液の感じ。うわ、うまっ。うめえ。これね、ちょっとケイリンさんに食べに来られて、お酒飲むお客様一番絶対頼んでほしいメニューかもしれない。今日の中で抜群にうまい。絶対酒に合うと思うわ。火力が強いからさ、トロトロなのに端っこがちょっと香ばしくなってる感じ、たまんないね。うまい。うわ、ラー油も合うな。あ、どうも。ありがとうございます。テイクアウトってできますか？いいですか？無理かもしれないです。ちょっとここはテイクアウトお願いしてもいいですか？わかりました。いやホイコーローもなー、最後めちゃくちゃビールなんですよね。ここでやめときます。うまそう。あーうまい。あーめっちゃうまいな。これは米欲しくなっちゃう。白飯にホイコーローで、汁物にもつ煮と、このセットやばいです。騙されたと思って、皆さん来た際このセットちょっとやってみてください。マジで満足度が半端じゃない。
ということで、本来はですね、残りあと2品ほどいただく予定ではあったんですけども、腹がパンパンということで次回ね、撮影来る際にそのおすすめの他のメニュー、その残り2品ですね、そちらもいただくとして、本日はこのあたりでごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、ケイリンさんでおすすめのメニューをたくさんいただきました。前回ね、小山店さんでもいろんなメニューをいただきましたけれども、今回は前回いただいたメニューとはまたいろいろ別メニュー、皆様にねご紹介できたかなと思います。僕個人的な意見として、どれを食べても本当に美味しくて、正直、どれが良かったですとか落ちないぐらい全品美味しかった。今回の動画に関してはですね、結構あんまり喋らずにというか、飲食メインのね動画になっていると思いますので、今回の動画を見て皆様ご自身でですね、あれが美味しそうだなと決めていただいて、ケイリンさんに来て食べたいメニューぜひ食べてみてください。はい、ということで本日もありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。